都市は日本の教育者、文学者、勲童は文化勲章、学位は文学博士、九州大学名誉教授、文化功労者、生息高等学校教諭、愛知宿徳短期大学国文学科助教授、九州大学文学部教授、九州大学文学部長、福岡大学人文学部教授などを歴任した、福岡県生まれの日本文学研究者である、 江戸から明治期の近世文学を中心に研究している。九州大学で文学部の学部長などを務め、後に名誉教授となった。福岡県に生まれ、佐賀県で育つ。父、中野俊夫は、戦前、工学納税者で、貴族院議員。戦時中は、海軍参与官で、戦後 GHQ により公職追放にあったが、九百9 5 4年に合併によって誕生した。 佐賀県武雄市の初代市長に就任。102歳の長寿を保った。久留米大学附設高校在学中に、江戸川乱歩、谷崎純一郎、泉京化長井花風などを単独し、小説家を志す。一郎後、早稲田大学第二文学部に入学。もともと小説家になって中退するつもりだったが、中央公論新人賞に落選したことで作家の夢を諦め。 早稲田大学大学院へ進む。在学中、石丸久氏う木博史山沢秀夫、照岡安田からに学んだ。シャレ本の研究を進めるうちに、中村幸彦に傾倒した。帰省の折に、九州大学の中村を訪ね、所管のやり取りを続け、中村は修正の主となった。近世研究会の参考会や倉庫家会に参加する中で、 丸山末夫や森仙蔵、高浜次郎らの訓等を受け、やがて近世の文人たちに興味を持つ。国会図書館や日比谷図書館などに通い、本郷や上野、神保町にある古書店の常連客となり、ひたすら和本をすなどる。古書誌にも多く通い、古書誌、反町重雄に出会っている。また、中村の兄弟誌、野間更信の地遇を得た。雑誌、経済往来に、 文人伝の掲載を、はじめ、1977年に毎日新聞社から、近世新規人伝として出版された。1964年に、漢学者である、早川雄吉の娘優子と結婚。結婚式は、宇野鉄とやしおやおなども列席して、授式で執り行われた。1966年、名古屋の愛知宿徳短期大学に職を得て赴任。 長沢菊屋の新任を得て、学会し、諸子学への寄稿を始める。また、古書士富士遠道を通じて、諸子学者の尾崎久也や横山重の地遇を得る。かつて、森千蔵が目録を整理した西尾市岩瀬文庫や、仮谷図書館に足しげく通い和本の知見を広げた。この頃、水田則久、田地比育を、飛田光三との交わりを深めている。百七十二年、 中村幸彦が関西大学に転出した後を受け、今井げへの要請に応じて、九州大学文学部助教授となる。1981年、博士論文、下作研究が出版され、賞を受賞。1982年、教授へ承認し、文学部長を歴任。退官後は、九州大学名誉教授となり、福岡大学人文学部教授。 1998年に、死児放症。2010年文化功労者。2016年文化、勲章。2013年1月10日、皇居制殿。松の間での交渉はじめにおいて、江戸文化再興と題した、ご進行を行う。2019年11月27日、急性肺炎のため死去。84歳没。死没日をもって、13位に除される。 息子はアメリカ文学者の中野学児。ありがとうございます。